テラスは、古フランス語で森土を意味する語に由来する。五色塚古墳のテラスが四段球、棚田、段々畑など、海岸上の地形を、人口、天然を問わず、テラスと呼ぶ。日本では特に、古墳など、古代の遺構のものを言う。サンティアーゴデクーバのテラス建物のテラスは、家屋の母屋から突き出した部分のこと。様々な形態のものがあるが、 基本的に1階に作られ、テラスイコール森土という原義の通り、本来の地面よりはやや高くなっている。屋内とは窓や扉などでつながっている。周囲を枠や柵で囲まれているものもある。屋根はあるものもないものもある。カフェなどの屋外テーブル席をテラス席という。フランスなどのカフェでは同一のものを注文しても、カウンター席、屋内のテーブル席、 屋外のテラス席で料金が異なる場合がある。2階以上に作られたものはバルコニーやベランダと呼ぶ。屋上の広場をテラスと呼ぶこともある。建築、都市計画では同じ形の住宅が側壁を共有して連続している集合住宅のことをテラスという。同様の商店街もテラスということがある。住宅の場合はテラスハウスハウス。ハウス 集合住宅全体は複数型でテレースハウジーズという。元はテラス上地形の斜面に沿って建てられたものをこう呼んだため、この名がある。集合住宅や商店街の名前にテラスがよく使われる。AB さ、藤正通、暮らしのフランス語単語8005件、2014年48ページ。ありがとうございます。